を指定してやる必要がある。もちろんこういったその等間隔のデータ、タイムステップのデータじゃなくても、ちょっと等間隔じゃない、不揃いのタイムステップのデータでも、まあ、別にちょっと やるやり方はあります。で、例えばですね、まあ、ちょっと、まあ、こうですね、マニアックな話になってしまうんですけども、まあ、実際例えば Python を使って、ヨーロッパの研究機関の ECMWF というところから、E-Learning Telling という、まあ、最近よく研究者の世界で使われる、気候データ、まあ、専門用語では再解析データとかそんな感じの言い方しましたけども、まあ、要は気候のデータです、まあ、いろいろ気温とか降水量とかいっぱいありますけど、まあ、例えば Python スクリプトでどうやるか、まあ、最初に今ここら辺のモジュールをいろいろ指定してあって、最初に Python の GDAL モジュールで変換してやる必要があると。でこれはファイル名、ネット CDF 形式ですね、まあ、ネット CDF 形式をまず GeoGIF に、ネット CDF 形式でから GDAL で各種情報、例えば行数とか列数とか、あとは、時間軸方向のデータの数とか、まあ、そういった情報を読み込んだ上で、まあ、GeoGIF に一個一個変換してやるわけです。まあ、これは Python の、まあ、説明ですけど、ここにはまあちょっとグラスのコマンドの実行とか書いてあったりして。でまあ、そういうふうにして、まあ、タイムステップ、まあ、データによっては何百何千とありますけども、まあ、フォーループで回してやって、タイムステップごとに何月何日のデータを GeoGIF にまず変換して、グラスに読み込む。何月何日を GeoGIF に変換、グラスに読み込むというふうに、まあ、こんなふうに、まあ、一個一個変換していくわけですね。まあ、ここら辺は、そうですね。まあこんな感じで、一個一個ガーッと読み込んでいって、でその時間の表記形式というのを、まあ、一応さっきちらっと話しました通り、GlassGIS では、YYYY-MM-DG といった、まあ、そういったデータ形式でやる必要があるわけです。要するに、そうですね、1900年スラッシュ1スラッシュ1みたいな、こういった書き方ではダメなわけです。まあ、もちろん日本語はダメですし。まあ、そういう意味でさっき言った変データに形式に変換してやるという処理をここでいろいろとやった後、後ほどこのスライドを、スライド下で公開しますので、もし興味ありましたらどうぞ。で最終的に一個一個ジオディフに書き出していくといった処理をここでやっていくわけです。ここで、まあ、地理座標系を、まあ、APS4326 を指定したりしていますけども、でその上で、RNGDAL というグラスのクラスターインポートモジュールで、まあ、実際ここで読み込んでやって、で、グラスの中で、もともとこの E-LINE-TELLING というのはデータサイズの節約のために DN デジタルナンバーに入力されているので、それを物理値に変換する、要するに一次式を使って線形変換をするという処理をここでやったりしてますけども、まあ、そんな風に変換して最終的に読み込むということです。まあ、こんな感じで1次データもたくさんテンポラリーファイルができるので、これ処理を消去したりしていますで、ここからですね、まあ、重要なのは、実際スペースタイムデータベースの作成とデータ登録の感じことなんですけども、まあ、さっき言ったの最初に t.create というお決まりの、スペースタイムデータベースを作るというモジュールを実行して、今回はラスターなので strds で作った後に、いろいろオプションは絶対値の時間でタイトル、まあ、これ本当はちゃんと書かなくちゃいけないんですけど、OK とか OK とか書いてありますけども、でその上でラスターデータのリストをここで、そうですね、まあ、リストアップしてテキスト、外部テキストファイルとして、ここの4行目、5行目で作って、で最終的に6行目で t.register という、まあ、モジュールを使って、実際の登録というのを行って、まあ、ここで使っているのは6時間ごとの、気温データだったかな、まあ、で、まあ、こんなふうに登録すると、実際、まあ、例えばどの時間範囲がデータを読み込めたっていうのが、まあ、簡単にこの g.green.timeline っていうモジュールを使えばこんなふうに確認できますし、例えば2015年1月1日から2015年何月何日があって、であとは時間ごとにその空間の分布範囲が違う場合、まあ、そういった場合は時間ごとに空間分布がどう変わっているかっていうのを 3D のモデルで表現したりすることもできます。
であとはそうですね、まあ、アニメーションを使ってその時系列データの可視化なんかももちろんできます。でグラスで、GS7 で読み込むとそうですね、まあ、例えばこれは一例なんですけども、まあ、一つのある時間における、気温の世界の気温の分布となっています。で、まあ、なんとなくちょっと分かりづらいか、分かりづらいですね、この辺りがユーラシア大陸になってまして、ここはチベット高原ですね、ここは南極ですけども、日本はこの辺りかな、まあ、気温赤いところが高くて青いところが低いというのを示していて、でこれを例えばこんなアニメーションの中にもできます。これは、時間気温分布の時間変化ですね、まあ、当たり前ですけども、まあ、太陽の移動に伴って東から西に移動すると、これは例えば2015年の6月1日から6月10日までの10日間の6時間テープのデータなんですけども、こんな風にできるわけです。でもちろんこういった簡単な可視化だけじゃなくて、実際、まあ、皆さんが気候データを処理する場合は必要になってくるのは西暦何年の何月の平均気温とか、あとはそうですね、夏の気温だけを毎年の年々変化を見ていくと、最近温暖化しているのかとかそうでないのか、まあ、そういったのを見たいと思います。でそういった処理っていうのは、そうですね、まあ、今日は簡単な紹介とどめますけども、テンポラリーモジュールのところのラスターカルキュレーションとかラスターアグリゲーション、まあ、集約っていう意味ですね、まあ、この辺の関数を使って、処理をすることができます。まあ、従来はプログラミングができる人だったら別にこんな GIS を使わなくても普通に Python なり R なりで作ってやればいいだけなんですけども、まあ、これの良いところとしては、そのマウスでカチカチやるだけで、まあ、さっきはスクリプト名スクリプト例を出しましたけど、このメニューからカチカチやるだけで簡単にできるということです。でこれはそうですね、その気候データの、左側にあるのが、平均2015年の6月の、最初の10日の平均気温で、こっちが2015年6月最初の10日の気温の、標準偏差となっています。まあ、気温の平均見ると、まあ、当たり前ですけども、緯度の低いところっていうのが気温高くて、南極とか北極は低いと。で気温の標準偏差、要するにデータの変動がどれだけ大きいか小さいかっていうのを見ると、まあ、基本的に海の部分は熱が変化しにくいので小さくて、まあ、陸地の部分、特に陸地の標高が高い高山地域では、非常にデータのデータというか気温の変動が大きいっていうのが、見て取れます。青色とか紫色が大きいっていうので、黄色とかが小さいっていうんですね。まあ、こんな風にして、まあ、完全に時系列データの処理を行うことが、まあ、プログラミングが得意でない人であっても、まあ、できるようになったのが、グラス GIS7 の新しい時系列モジュールとなっています、ね。まあ、そういう意味では、そうですね、まあ、簡単にできるようになったんですけども、あともう一つ、その GUI だけじゃなくって、その GUI のモジュールを見てみますと、例えばですね、グラス GIS 使っている方はご存知だとは思うんですけども、グラス GIS、まあ、こういったウィンドウでいろいろカチカチ GUI ベースでデータを指定して、まあ、やる場合、こういうふうに一個一個、まあ、いろんなラインに入力していくんですけども、下の部分、ここですね、この部分にですね、まあ、それをコマンドラインでやった場合はどういった書き方をすればいいのかというのが書かれているわけですね。でこういったコマンドラインの、まあ、作成例というのを参考にして、自分でシェルスクリプトなり Python スクリプトなりスクリプトを書きやすい、まあ、そういった意味ではそのプログラミングが苦手な人であっても、その GUI を扱いながら、まあ、気候データの処理っていうのができるようになってくる、まあ、そういったメリットがあります。もちろんコードの処理は実際プログラミングした方がいいんですけども、まあ、そういった、簡単な紹介となります。ちょっと早くなりましたけど、どうもありがとうございました。はい、何かご質問ございますか？ありましたらちょっと受けますが、あの、はい、はい、どうぞ。あ、すみません、京都大学の質問だと申します。あのすごいマニアックな質問なんですけど、グラスの6だと R への連携で SP グラスですか？あ、はい、プラリが7になって、そのテンポラリ系のものを R とかグラス7だとですね、スペースタイムライブラリっていうのが R でありまして、それでできるらしいです。僕ちょっとあんまり試してないんですけども、それでできるというふうに聞いたことは。その他よろしいですか？
この時間軸 の, そのデータの扱い方とか、そこの内部的な形式っていうのは、これはグラス独自のものになっちゃうわけですか。他ではまだちゃんと調べてないんですけど、まあ、おそらく独自だと思います。はい、まあ、ただ、そうですね、さっき話したように、R から読み込めたりとかしますけど、まあ、グラス自体もあの音ですから、そこからバン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 いろいろ使えばいいんですけど、はい、ありがとうございました。じゃあ、まだ上村さんもいらっしゃいますので、それでは、10分間休憩を取らせていただきたいと思います。